です。こんにちは、徳丸です。今日はですね、矢田部がやる、同じ持ち方からの蹴り分けやろうと思います。はい、よくさ、J リーガーとかでも自分の利き足の斜め前に置くとかって言うじゃない。あ、そうですね。で、それが何度も蹴り分けられるからって言うじゃない。聞いたことない？そういうの。なんか、もう蹴り分けられるんですか？いや、無理じゃねって思うんだよ。はい。でもなんか最近さ、あ、俺やってると思ったからやってるんですねだからこの状態で今俺例えばボールとのねこの立ち位置でインサイドキック、はい、インステップキック、はい、インフロントキック、あとはチップキックか、チップキックでしょ、アウトサイドカーブ、インサイドカーブ、はい、全部いけるわけよ。おー、ヒールはちょっと いけないけどこの文章からやったらすごいやばいよね、はい、ね、だからそれをちょっとやってみようかなと思います、はい。でまずじゃあここ、まあ、PK のねここあるから、じゃあ徳丸さんそっち行ってもらって、でマーカーを置いて、まあ、毎回がこの辺りからっていう形ね、まあドリブルで常にさ斜め前でしょ、この状態で置いてればここからインサイドキック蹴れるよね、はい、で次にインステップキック蹴れるよねってね、はい、普通に今ちょっと強かったでしょ、びっくりしましたね、で次にこの状態からね、ループでしょ、はい、あとまあチップもいけるよね、これでこういうね行っちゃった、はい、で次にこの状態からアウトサイドのカーブでしょ、おーすごいやばいでしょ今、はい、普通に行くでしょ、すごい行きましたね、でここからのねインサイドのカーブでしょ、おすごいですね、え行くでしょ、はい、でもう一個あったわ、まだあるんですか、もう一個あった、徳丸さんの大好きなやつだよ、大好きなやつだよ、ここからのトーキックあったよね、ありましたね、だから同じ立ち位置で、相手からすると嫌じゃない、嫌ですね、でこれをどうやって蹴り分けるかっていうとこなんだよ、だから俺ってさ大体同じようなこうやって持ち方でさ、はい、何来るか分かんないからみんな来ないじゃない、あ、はい、警戒しますね、警戒するよね、はい、普通の選手っていうのはこうやってめっちゃやって、これもうインフロントじゃない、そうですね、この距離取って、はい、であとインサイドはこの真ん中でインサイドじゃない、そうですね、そんなこと俺しないもんね、ノーモーションでノーモーションでいくよね、だからこうやって見ててこの状態からインフロントいくじゃない、はい、ポイントですよ、今これ全部まず振り上げってうおーっていうのがないじゃない、はい、ないですね、ないですよね、はい、これがなぜなのかなんだよ、まずこの振り上げがあったらまず蹴れません今の扇風機、だってインサイドにあれは必要ないもん、確かにそうですね、必要ないでしょ、はい、でインステップなんて別に必要ないのよ、この状態でインステップほら、インステップほら、おお嫌でしょ、嫌ですね、だからこれでインサイドね、ここでシュート打つよってところからインサイドパスがいけるわけ、はい、でこれはほんと難しい話じゃない、まずキック力の話、ちゃんとこれは腰を入れられる位置に置いてある、はい、これだよね、あ、前やってやったよね、はい、でこれで全部足の踏み込み位置とかで調整してます、インサイドだったらスッてもうここで体の真ん中に来るようにこれでインサイドね、インステップだったら体の外側に来るように踏み込む、なるほど、ね、インフロントだったら踏み込みながらも体こっち側に体重やれば蹴れるっていうの、まあやってるよねこうやってね、あ、確かに確かにそうですね、だから踏み込み足の位置、軸足の位置とあとチップとかループだったらね、何でもいいんだけどループだったらまあちょっと上半身上げないといけないかな、楽にね、はい、一瞬でここのひねりで置く位置に体の上半身ついてくるようにやりゃいいだけの話なのよ、インサイドの場合はボールの斜め後ろに足が来ればいい、ここだこの辺だ、はい、そうすると巻き込みながらインサイド蹴る、はい、え？でインステップの場合はっていうとこれも一緒かもしれない、同じ位置だね、ほぼほぼ同じじゃない、あ、そうでもない、ちょっと離してた、ちょっと離れてるよね、はい、ごめん、あんま自分で分かってないんだわこれただ同じ形のとこ、俺も今すごい勉強になってるこれ
自己確認をこの撮影でね通してやってる。だからインステップだとちょっと離れんだよ。だってこれ体のさ外側で肩の下だからインステップは。インサイドは体の正面だから、はい、そうすると狭くていいんだよね、はい、でこれに近いのがあのループシュートだよね。これね、同じような、足の置く位置、はい、で次にインフロント、はい、インフロントだったら多分インステップと同じなんじゃないかな。これは体のね外側だからよりちょっと遠いところに足を置くと、はい、蹴れるよねって。分かってきた？分かってきました。よし、じゃあ次ね、アウトサイド、はい、ね、アウトサイドカーブはどうかっていうと、ここでこれもちょっと、あ、でもさっきの中間ぐらいかな、はい、ね、そうだね、肩の外側ぐらいでカーブかける。やだね、これね。これすごい勉強になりますね。なってる？はい。で、インサイドのカーブだとまたちょっと離れるんだ、はい、体の傾きがインフロントと一緒で必要だから。おー、すごい。ね、で、トーキックの場合はさっきの多分インサイドと変わらないよ、真後ろだから、はい、ここで来るよね、はい、っていうのを、ね、全部同じ形で蹴り分けるためには結局ここの45度の位置、斜め前こうやって置いた状態で、はい、あとはほら怯えてるじゃん、怯えてるじゃん分かんなくなったでしょ、はい、だから俺いつもこうやって持ってる状態で一歩でこう行くじゃんえ、いい感じ？いい感じ。だから、あ、じゃあちょっと浜田さん、いい？ディフェンスが立った時なんかね、もう、はい、この状態でしょ？ディフェンスね。で、立ってる形でいいんだけど、キーパーの位置じゃない。はい、これちょっとかわしても、ワンモーションで蹴れんだよ。あー、なるほど。一歩で、踏みだけでいいの。これ、前やったけど、昭和の蹴り方だと、踏んで、来るじゃん。これだとディフェンス、足出せるよね。ね、踏むっていうのが出る。でもこの状態だと踏んだと同時だから、あ、全然違いますね。だから昭和から令和に今全部キックのモーションがね、令和生まれじゃないからね、浜田さんもまだ令和じゃないよ、まだね、平成だよね、昭和ではないよね、昭和じゃないよね、平成昭和ですね。だからここで転がしてこの位置でインステップもほらね、だから浜田さんなんかこうやってさ体大きいから見づらいじゃない後ろ、はい、この状態で全然見えないですよ。あの浜田さんが、うん、いい感じに見えなくて、うん、こっち行ってもこっち行っても反応できないです。だからパスも通るしシュートも行くしっていうことになってくるわけよ、はい、ね、だからこの状態でああダメだなと思ったらカーブでもなんでもまあちょっとずれたけど、はい、打ってパスできるじゃない、はい、だからこの辺を、ぜひやってもらいたい、はい、だからさよくみんなこうやって真ん中に持っちゃうわけよ、はい、こうやってこの持ち方だと怖くないんだよ。だから斜め前にここ置いといたらクロスすることで腰入んのよ。ひょい、あ、それまだ行ってないよ、やって、そうそうそう、追い越すステップオーバー、そうそう、そこで足揃えてるじゃん、スッてここで寄せが大事。そうそう、で長いから浜田さんみたいな足長い人は威力が倍増するわけよ。怖いだってこういう人がやるのが一番危ないんだよ。ああ、なるほど。あのね、足短い我々は大したことないんだよね、あの振り子だからやっぱり。あ、そういうことです、ブランコですね。そう、ブランコですよね、はい、だから身長でかくて足長い人が今のを覚えたらもう凶暴ですよ。ほら、もうマスターしようとしてるもんね、だからそうすると何やっても楽しいし、はい、ね、すぐ打てるから、はい、相手って、ま、昨日ちょっとね個人参加行ったけど当たっちゃってるじゃん、やたらと。あ、当たってました。ブロックじゃなくて体で当たっちゃうんだよこうやって、はい、反応できず、はい、反応できないですね、ね、はい、だからまあそういった同じモーションから何が出てくるか分かんないって怖いでしょ。最悪だと思います。最悪だよね、はい、これはねぜひあのマスターしてほしい。だから前にこれできるとね、前もやったこの手のね長さの下あたりで外側に置いとくとね、あのいつでもパス出せるっていうのも前やったんだよ、はい、ね、そういうのもあるんで、ぜひその辺もね、あの頭に入れて抱えすぎないでやってほしいと思います。
ということで、はい、チャンネル登録お願いします。